はい、というわけで、トライのチューブ始まりました。イエーイ。そうですね、そうそう、今日いろいろありまして、それで、今日はあれ、中田さん、はいはい、忘れた。ああ、そう、まあ、毎回誰か忘れるけどね、濃い、濃いよ。ああ、まあ、中田さんがよ、あんだけ言ってよな、うん、1時だと思ったの。どこで間違えたら、普通に1時間、起こんで、そんなそうやね、だって11時からでも怒るやつだマジで。はい、そんなんで今日は、じゃあ俺結構三味線のさ、はい、そのバチ入れとかむっちゃかさばる上に大してあんま生入らんのよ、うんうん、で、結構100均とかで便利グッズ入れてめっちゃええやんとか言うの、はい、言ってたんだけど、うん、で100均企画考えてたんだけど、はいはい、西がもっと面白そうなの考えてたんで、そっちにしようってなって100均の僕が仕事がなかったんで、うんうん、まあ、こんなどうかなって、うん、どんなどんな100均に売ってるもの1000円以下で担ぎ桶作っちゃおう。よし、太鼓屋さん怒ってくんで。いや、それ映像効率じゃないけどね、うん、いや、なかなか、うん、家で練習太鼓を、うんうん、まあ、自分の太鼓を持ってないけど担ぎ練習したい、うんうん、と思うんで、まあ、その作っちゃおうと。おい、いわゆるその担ぎ桶ってこう、なんかこう、そう、ぶら下げてるやつね。そうそうそう、なるほど、なるほど。一応、めっちゃ楽しみ。1000円以下でこのストラップもつけれる。ちょっと考えてください。いいやん。一緒に作っていきましょう。はい、イエーイ。はい、じゃじゃーん。これで、総額ね、800円か。800円。マジで、すげーな。紹介していきます。はい、まあ、ちょっと今から出すのはあれですけど、あれば使わなくていいやつなんですけども。うん、まあ、長さが測れるもの、ね、はい、まあ、なんかハサミとかカッター系ね、はい、あとはガムテープがあれば嬉しいなと思うと、とりあえず予備でね、はい、まあ、3つぐらい置いております。はい、そして、ただん、これはね、スーツケースベルト。開けへんように巻くやつね。一応100円のやつをね、やってきました、うん。カバン用のなんか紐、はい、まあ、これもね、手芸のコーナーにありますので、うん、それで、なんか、鉢スタンド、はい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 、植木鉢のね、はい、これは、2つ、はい、鉄のね、木のね、はい、で、普通にホースとかね、巻き付け、2つですね。これ、総額で、これ全部買ってきたんですけど、1100円です、まあ、ガムテープとかはね、家にあるんやったらそれ使ってもらえるし、カッターとカッターこれもね、わざわざ買ったけどなくてもいいんで、2台目以降はもういらんしね、まあ、ないっていう方は、まあ、1から買ったとしても1000円。そういうことやね、1000円です、ね、1000円、はい、では、どうやって作っていくかと言いますと、うん、まず、これありますね、これは嬉しいですね、ここハマるんですね、ここ、はい、まず2つ作ります。バットね、形だけ説明しますね、はい、はい、何がこうなりました。で、担ぎってその幅があるんですけど、はい、よくね、これをこういうのでなんか太鼓作れますっていう動画結構上がってる人います。そう、なんかガムテープを貼ってね、うん、太鼓にするんですけど、僕の担ぎ52センチなんですよ、はいはいはい、幅ね、はい、うん、やっぱそのほんまの幅で、まあそうやね、こうするのね、なんと、これこうするじゃない、そういうことやな、そういうことな、これをしてくっつけたら、うん、52センチになるんですよ。おい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 、なるほどね、はい、だいたいだから一尺、そう、まあ6寸ぐらいの52センチ、すげー、僕が実際使ってる担ぎと同じ幅で作れます。これをガムテープで固定していくっていう作業から始めたいと思います。イエーイ、固定しよう、はい、早送りになりますので、ゴロリ、ワクワクさんでもないな、すごいな、ゴロリの方が全部進めていくっていう、あとね、ここの取っ手は外してください。あ、そういうことね、はい、ゴロリ外してください、ね、取っ手外してください、ゴロリは全然、いや、俺ちょっと、はい、ダブルゴロリ、形を説明したところで、
これをちょっと皮を貼っていきたいと思います。はい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 、はい、じゃあ1個はじゃあ誰か作っていただいて、はい、まあ、これ逆にだから誰でもできるっていうことで中塚さんに、サトリだ、サトリだ、サトリ、じゃあガムテープね。あ、もうめっちゃ簡単です。まあ本当にみんなが想像してる、結構あれパンパン目に貼った方がいいってこと。まあそれはね、あのどれぐらいの強度でやりたいかですよね。おうおう、まあ、でも割とパンパン目に貼ってみて実験でやってみたいな。曲がってもらえるか大丈夫、まあまあまあ、だから軽めに最初はね、なるほど、あのやってください。なるほど、最初はちょっと緩くね、はいはいはい、ゴロリってごっつごっつ、はい、僕はね、ちょっとね、時間かかるんでね、早送りでも何でもしてください。今ね、1周目対角にこう貼っていきました。したらね、これ強度がね、ここの真ん中は強くなるんですけど、ここはね、1枚ずつとかになるかの、ね、弱くなるので、こっからは横に貼っていきます。あ、はい、あ、そういうことね、ま、緊張にね、はい、真ん中だけ強くなっちゃうんで、2周目は横に行きます。横行ったら次、反対に縦やります。横もやりました。まあ多分これで全然、もっと強度欲しいなって人はガンガン前にもらったらいいんですけど、最後はあのここ強度ね、秒だね、ドンサッカドンサッカ、ちょっと正確です。ここら辺は適当で、まあまあ、あの撮影用なんでね、はい、すでにライブ行くやん。はい、いいですね。もうもうなんか大変みたいなことになるよ。これガムテープ白があったらな。白で。白やったら白のあのまあ太鼓の面みたいな。ここで周りにこの黒い色を描いて、はい、ここに三つ目描いたら。はい。今日もう一回欲しかったらもう一回対角でやったらいいかなと思います。ただね、この横を立てっていうのはやったら絶対です。ありがとうございます。はい、じゃあこれをポコッとはめていただいて。はい、で中塚さん最後このここ。あ、ぐるりね。よかったです。ありがとうございます。ぐるり。で、ここなんですけど、僕まあこれやったら52センチって言ったんですけど、50子供とかちっちゃい子とかにやらせたいとかで、52センチよりももっとちっちゃい48センチとか高いわったら、これもうちょっとギュッと追い押し込めば微調整できますので。どこで貼るかっていうことな。例えばじゃあ55センチぐらいしたいわって言ったら、まあちょっと浮かして貼るとかね。好みのところでこれを一つ固定します。あ、取った。いいですね、ちょうどだから1本分、あ、ダイソーのガムテで1本分で、まあ、ここまでいけると、あ、まあ、3本買っといてよかったですね。これダイソー商品ですか、全部。あ、全部ダイソーです。これも、はい、あのハッシュタグダイソー入れとくんで、ダイソーさん、ね、はい、あ、もちろんです。 OK、ダイソーさんコラボお待ちしてありがとうございます。じゃあね、これを、はい、ここで、すごい、イエー、すげー、いや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 、立てないですけど、うん、これちょっとね、あのコツっていうか、多分ここ難しいんで、こうじゃガムテープをある程度こうちょっとやったら縦にこうビーッとやりまして、くるくるくるっと巻きつけていきたいので、ちょっとみんなでちょっと、あ、なるほど、そういうことね、ですね、これはぴったりビーッてみたいな、まあ、ビニテでも全然いいんですけどね。ここに自分のマイクスタンドこれやってるもん。え、そうですね、白でしょ。うん、何やったっけそれ。いやもうちょっとほんまに忘れてた。これあのインシロックでもいいかもな。ああ、確かに、まあでもそうすると値段がな、超えてしまう。いやでもだってこのガムテープ今1、2やん、うん、でインシュロックもまあ100円やから一緒やん。なるほどね、こういうことね。そうです、楽しいな。俺ね、この時モノ作るめっちゃ好きやったんですよ。あ、そう、俺もめっちゃ好きやった。図画工作が一番好きやったんですね。想像ですけどね、それの前の絵描いて、なんか
自由研究みたいな。夏休みとかでね、なんか作らなかったのがありましたよね。今あんのかな、そんな。何作りました？覚えてますか？いやー、俺全然覚えてないけど、なんか作ったの。いやー、俺さすがに覚えてないでしょうか。え、マジで覚えてない。ニッシーとかそんなの得意やったんちゃう？僕はね、新作と白笛作ったの。もう病気やった。そん時もすでにやっとった。そうやな、はい、あとはおー、すげえ、結構カチカチに、はい、じゃじゃーん、おー、すげえ、ね、これすごいね。すげえ、なんかあのアフリカとかにこんな楽器ありそうやな。これが、今ちょっと水がないんですけど、まあ50センチぐらいですね、まあちょっとここの幅をもうちょっと測ってから止めれば、52センチぐらいになりますけど、まあ担ぎで大体これぐらいの大きさです。ほんまやな。はい、で、こっからこっからですよ。あとはね、もう紐をつけるだけなんですけど。そう、ここでカッターが出てくるの。ここさっき、これ取ったじゃないですか、これプチッ。ここをね、取った穴開けておきます。うわ、気が済んでる。 OK ですかね。で、こっちもね、すごい、このカッター、刃金色い。穴を開けておきます。よいしょ、よいしょ。なるほどね。あー、これでね、これをっていうことな、はい。で、じゃあこの紐をカッターと切って、ちょっといい感じにちょっと通しておいてもらっていいですか。輪っかをね、ちっこい輪っか作っといたらいいですね。はい、で、最後にこれなんですけど、これね、これあのスーツケースこうやってやるじゃないですか。同じを持ってるこれ、まあ、これ調整できるんですね、長さが。で、自分の担ぎのこの幅に、まあ、僕でいけるんであれなんですけど、調整していただいて。ありがとうございます。なるほど、なるほど。あー、すごそうですね。あー、そっちか、そうだ、ね、で、ちなみに、まあ、ここの、まあ、これはわざと外してないですけど、カチッってやつもね、ここ外せば、普通に多分ストラップとしても、あ、いけるよね。担ぎのストラップとしても、100円でできると思います。そう、みんなあれ手作りせなあかんからな。確かに、うん。あ、まあまあ一応でも売ってるか、タイガーさんでも。完成です。ちなみに18分、あの、しゃべりも入れて18分やから、15分ぐらいで、ね、これ長さ結構長いところまでいけるんで、うん、これは調整していただいて。いやー、すごい。じゃあとりあえず演奏してもらおうか。そうやん。はい、できました。もう見た目もね、完全に。あ、ほんまや。なんか街中でおしゃれにこうぶら下げてても。ほんまにすぐできるじゃないですか。じゃあちょっと、担ぎのその、いきます。お願いします。ってるんですけどね。やばいじゃないね。今反対を行くとね、やっぱりここの角行くとちょっと見えるかな。あ、ここに弱くなるんですよ。だからこう端っこを強化すると割と使えます。でもぜひ。すごい。でも皮破れても皮張り替え100円ぜひ。いけるよこれ、ドリツいけるで。ほんまや。いや、これバラした状態で、ね、うわ、ほんまや、ほんまベニヤとかなんかこんな辺に実際こう貼り付けたからね。そういうことね。そう、ちっこいから当てんのがめっちゃピンポイントで。でも正直マジで電車がありますね。いや、思ってるより音できるよ。いけるいける。うん、だからこれあんまり太鼓のボリューム出されへん現場。確かに、僕多分これでも拍手いけると思う。いけるいける。そういうことね。
ょっとやってみます。やってみます。できるわけないやん。いや、まあとりあえずそのドン、思ってるよりドンってなるんで。ほら。ちょっと太鼓だけちょっとあれ使えへんねんっていう時ちょうどいいよね。ああ、めちゃめちゃいいと思います。あのぜひほんまにね、この何回か強度したらもっともっと叩けると思うのと、叩けると思うのと、うん、どうですかこの幅感とか。あ、そう、幅感が完璧よね。めっちゃ担ぎなんですよ、この幅感。そうやね、うん、あれもめっちゃアバウトでね作ったのにこんだけあるんで、ぜひ1000円以下で、実際はね、このガムテとかが500円ぐらいあったんで、うん、正直これだけやったら500円です。おーい、1、2、3、4、まあ5。そうやね、まあ、紐は入れたらまあ600円、うん、競技100均でも300円とか500円の1個の商品あるもんね。はい、うん、まあこれダイソーにこのまま売ってもらったらいいやん。そうやな、うん、これはマジで600円にしたらまあまあ、いやそうよ、そうよ、ちっちゃい子普通に遊べるやん、あれ普通に遊べると思います。普通に遊べる、はい、うん、ぜひぜひ、はい、皆さんも作ってみてください。ありがとうございました。